お久しぶりです。みつ205さはい。えー、5万円いったらしいですね。おめでとうございます。はい。まあ今回ですね、山形でセミナーやる言うてて、ちょっとできなかったんで、来年はちょっとやります。はい。<laughs> 来年はやります <laughs>。まあでもこう今年は四都道府県で、この前千葉でやったんですけど、千葉県の松戸で。四都道府県やったかな、今年は。こうもうちょっとね、あの、 山形は多分雪降り始めると思うんで、まあ、東北まだ僕秋田とかあ青森はやったんですけど秋田山形福島とか仙台やってないかな、まあ、そこら辺ちょっとやってないんで来年はその東北攻めたいとか新潟もやってないなそこら辺東北攻めに行きますんで来年もよろしくお願いしますすいませんはい、まああのー 僕が一番嬉しかったのは、やっぱ続けてることですよね。うん。まあ、あと、その YouTube に関しては、今年バ、ドリアカのバージョンアップしますんで、YouTube に関しては。やっぱ、あの、エンドロールがもう古いじゃないですか。かエンドロールのやつ全部消して、で、YouTube の方は、今まで僕がやってきたことと、あと今年、あ、そうだ、こ今月ですね。今月、その熟成さんの方とコラボでえ、YouTube のセミナーをします。で、その方、今、チャンネル登録者数4000人ぐらいいってて、 で、えっと、結果報告いただいたんですけど、今先月8万ぐらいもな、8万ぐらいいくってことで、ね、僕が報告もらったときは7万8千ぐらいだったかな。はい。多分今月とかはね、10万超えていくんじゃないかなとは思いますけど、もう、すごくチャンネル伸ばしてます。うん。だからそのことを、えー、セミナーやって、その映像もそのドリアカの方に入れますんで、ただそれは、 しっかりとコンテンツを作っていくって YouTube の方はもうコンテンツをある程度作っていくと。で、一つ僕が、あのー、コンテンツが作れない人のコンテンツが作れなくても YouTube でどうやっていくのかっていうのは一つあのご提案するのが僕のコンテンツを使いましていいよみたいな、それも作ります。はい。まあ、基本的には YouTube はね、自分でやっぱやるべきだと僕は思いますんで、あのー、なんだ、もしそれができないんだったらやっぱトップバズですよね。 あとまあカメラそのなんだカメラ転売もいいと思いますんで実際その斉藤さんもあの深夜のバイト本当と収録収録そう収録の深夜バイトやってて月10万をもう何ヶ月続けてんだ多分4ヶ月5ヶ月はずっと月10万もう切らないですねうんだうん今,今度多分報告で20万30万っていう報告来るようになると思うんですけどいけますんで で斉藤さんも全く初心者の状態から始めてます。だからセミナー映像、1本のセミナー映像をきっかけでカメラ転売にスタートして、えー、稼げるようになりましたんで、あのー、ドリアカの方はね、その斉藤さんの講義も入ってますんで、うん、あとはやるだけかなと思います。はい、あと不安なところはやっぱその、仕入れて売れるか売れないかっていうとこですよね。うん、そこが一番不安になってくるかなと思うんで。 一番ベストはやっぱ、あの、うん、なんだ、今トップバズで収益出てるわけじゃないですか。だからその収益を元手にして、ゼロから収益出したやつを元手にして、えー、軍式にして、えー、カメラのレンズとか仕入れたりとかしていく。うん、まあ、それがいいんじゃないかなと思います、ねうんで。これから本当にカメラ市場っていうのは、僕も一眼レフ今使ってますけど、 使って分かったのが、あ、カメラ、実際僕も売りましたからね。メルカリで、メルカリで新品のレンズを僕、間違ってレンズ買っちゃったんですよ。まあ、このレンズ今ありますけど、レンズを間違って買っ,買ったんですね。で、1年ぐらい放置してたんですよ。で、この前、今年か、今年か、今年、その埼玉で斉藤さんとセミナーをやったんですけど、その時に、まあ、カメラ転売のセミナーやるから、 僕、そのレンズを売ったんですよ。メルカリで。で、2万7千円ぐらいで売れましたね。アカウント、初心者アカウント、取引ゼロ、評価ゼロ、評価ゼロ、取引ゼロのアカウントで、えー、売れました。もう速攻きましたね。5日ぐらいで売れたと思います。なんかその、2万7千円って結構高いじゃないですか、うん。で、アカウントに信用ないわけですよ。それでも売れましたね。うん で、しかもなんかそのオファーがいっぱい来ましたね。オファーが多分ね、7件ぐらい来ました。値下げオファーみたいな。まあ、これだったら即決で買えますみたいな。まあ、ほんと売れますんで、うん、あとはまあ、やってほしいなと思います。はい。まあ、一番ネックは仕入れビビる。仕入れにビビるってことですね。そこさえ超えて、まあ、失敗もするだろうけれども、まあ、抗議もありますから、はい。頑張ってほしいなと思います。はい。では、また報告。 お待ちしております。